こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の5月27日を1時間48分過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 186.5 円ということで、なかなかね、200円にはちょっと届かないですけど、なんとか戻ったところでね、下がらずに耐えているかなという感じですね。昨日ちょっとねガーンと上がったので、一昨日ですか、一瞬200いってるんですね、昨日。で、そこから、少し落ちてきてるということですけど、ここで昨日3ゾーン作って、こうね、上がってきて、ここでちょっと止まってるということですので、まあもうちょっとね、ここで落ち着いてからは上に来るということで、期待しましょうと、昨日と同じこと言ってますね。はい、では、ツイッターの方見ていきたいと思います。はい、まずね、このカルダナ360、月報ですね。5月分がもう始まってます、この時間ですと。はい、こんな感じでね、今まさにこのタイミングは、始まってるんですけど、ちょっとインタビューなのでね、ちょっとこのままお見せするのもちょっとおかしくない。あ、ここにちょうどアロンゾって出てますね。アロンゾハードフォークの話からやってるんですかね。そんな感じです。はい、でこれも1時間前に出てきた OHK ですけど、おそらくこの360でね報告する内容なので、このタイミングで出てきたと思いますけども、マーローのウェビナーって書いてありますね。マーロー、スマートコントラクトですね。はい、で、デファイランドスケープということで、これは、はい、こんな感じでスマートコントラクト、マロウェビナー、ジューンサード、6月3日ですね。はい、フィナンシャルスマートコントラクト、メイドイージーということで、イージーって書いてあるんで、まあ、こちらにね、スマホの画面が出てますけど、プルータスよりも、マロは簡単に、素人でもっていうか、プログラムわかんない人でも金融のね、いろいろ、アプリが作れるとか、そういう感じのことだったと思いますので、あんまり、ね、細かいこと知らない人でも見ると面白いかなと思いますね。はい、IBEX さん、やりすぎ節税チャンネルの長江先生に体の値段予想を教えてあげてください。超最高レベルの技術、未来を見据えてブレない理念とミッション、世界を変える影響力、仮想通貨ビットコインの流れをつかんでボロボロ向け市場を操作している人物の動向を知る方法と、この税金の YouTuber の方が、なんだろう、これ投資の説明をしていて、でこの方がね、今仮想通貨を調べていると、長期目線で買うのがどれがいいかなと言って、まあこれかなと思ってるけど、これから調べていきますって言ってました。はい、しっぽさんです。チャールズ・ホスキンソン、カルダノが競合他社より優れている点を解説と。はい、こちらしっぽさんのサイトですけども、チャールズさんの発言だけちょっと拾います。融資をするにはどうしたらいいのか、保険はどうすればいい、決済はどうすればいいのか、従来のレガシーシステムよりも優れている理由は何か。例えばマイクロ IPO では1ドル、1億ドル、2億ドル以下の取引ではなく、小規模な企業の IPO が可能になります。なぜならアフリカは年率10から15% で成長し、東南アジアも同様のペースで成長しており、今後30年から50年かけて富を築いていく最も貧しい人々のために全てが組み込まれた完全に代替可能なシステムを構築したかったからです。ガバナンス、コンプライアンスなどが組み込まれています。このような会話をしていると、我々だけでなく業界全体が驚異的な成長を遂げていることが分かりますし、実際に政府による採用も非常に顕著です。はい、まず最初にイーサリウムは自滅しているということが重要です。イーサリアムをイーサリアム 2.0 に置き換えているのです。つまりイーサリアム 2.0 がイーサリアム 1.0 を殺すのです。だからそれがイーサリアムキラーだと思ってますと。我々はよりホリスティックなことをやろうとしている。スマートコントラクトを処理できるかどうかだけではありません。スマートコントラクトを処理できるだけでなく、アイデンティティやコンプライアンスに対応できるか、メタデータできるのか、また自動化された規制に対応できるかどうか、何十億人もの人々を対象したスケールでそれを実現できるかどうか、また管理者が常にそばにいて面倒を見る必要のないある種のガバナンスの概念でそれを実現できるでしょうか。しかし中央集権的な管理者がいなくなったら、誰が大量姿勢を高め、誰が次の大きなイノベーションを起こすのでしょうか。誰が大規模なレガシー決済システムやビスなどの CDBC などの総合運用性を確保するのか。カルダノはその点で総合的に構築されています。スマートコントラクトについてはほぼ全てのロールアウトが完了しています。12月にメタデータから始めたことで、ブロックチェーンにアイデンティティを導入することができました。私たちはすでにジョージアという国とエチオピアで500万人の学生を対象にそれらのシステムを展開し始めています。
次の大きなマイルストーンはプラットフォーム上で資産を発行できるようになったことです。そこででは NFC が最も多く採用されており、多くの NFT プラットフォームが登場しています。そして最終的な展開はプログラマビリティです。これはスマートコントラクトのことで、プラットフォームでの導入が迫っています。ですから今後90日間で多くのベータテストが行われるはずです。それを利用するすべての人々のために何がベストのタイミングなのかが重要なのですと。はい、こんな感じでね、Yahoo Finance の、インタビューを答えているという感じですね。はい、次、シンギュラリーネットですけども、はい、このベンさんですね、よく出てこられるんですけど、この方がこのなんとかプライズっていうのをね受賞したと。はい、ここがリンク先なんですけど、アメリカンフィロソフィカルアソシエーションということで、フィロソフィーって哲学ですよね。はい、そこでベンさんが受賞していると。これですね、ジョン・バーワイズ賞とベン・ゲルツェル、シンギュラリティネットと。これちょっといつものね、ちょっと感じが違いますね、写真がね。はい、哲学とコンピューティングに関連する分野への重要かつ持続的な貢献に対する賞です。この賞はこの分野での彼らの生涯の努力のために私たちの職業内の人々を信用するのに役立ちます。選考委員会より、彼の学歴は数学にあり、彼は人工知能の高い人物ですが、ベン・ゲルツェルのパターン主義哲学とその心への応用は、彼の哲学と AI の先入観、特に CS パースの影響を結びつけています。彼の論理的な作品は AI の専門家と哲学者の間の橋渡しを作成します。またコンピュータサイエンスと数学の学生に哲学的なアイデアを開きます。ベン・ゲルツェル博士は、ブロックチェーンベースの AI マーケットプレイスであるシンギュラリーネットの創設兼 CEO です。人工知能学会会長、オープンコグ財団、未来派の非営利団体ヒューマニティ、人工知能会議シリーズの一般議長、ロボット企業ハンソンロボティクスのチーフサイエンティストとして、彼はソフィアロボットの背景にあるソフトウェアチームを率いた。研究は人工知能、自然言語、処理、認知科学、データマイニング、機械学習、計算ファイナンス、バイオインフォーマティクス、仮想世界、ゲームなど多彩な分野を網羅しています。彼は数十冊の科学書、150の技術論文、そして数多くのジャーナリズム記事を出版している。彼、ソフトウェア業界に入る前は、数学、コンピュータサイエンス、認知科学のいくつかの学科で大学教員を務め、米国、オーストリア、ニュージーランドで働いていました。1989年、センテンプル大学で数学の博士号を取得ということでね、はい、なんか人工学会の会長とか、すごいですね。そんな風に見えないですよね。私にはちょっと見えなかったです。すごいだろうなと思ったけど、こういう肩書きがあるような人には、なんかちょっと見えなかったです。はい。おめでとうございます。で、今日はですね、シンギュラリネットの人形とチャールさんが話すことが出てくるんじゃないかなと思いますけど、それはちょっと明日出てればね、ご紹介したいと思います。はい、次、ハニープールさん。NFT の作り方のブログを書きました。これでカルダノコミュニティも日本人クリエイターが増えますように、純粋にもっと面白くなってほしい、刺激が欲しい、才能あるクリエイター来てくださいということで見ていきます。はい、NFT の作り方ということで、ちょっとね、ステップはあるので、全部はご紹介できませんけども、まず4つ大きく分けると、イラスト等の画像データを用意してアップロードする、ポリシー ID の扱い方を決める、3メタデータを書き込む、4送金と、いうことです。はい。まあ、頑張ればできるような気がしないでもないですけど、でもね、これで NFT を作れると分かるだけでもすごいですよね。はい。ご興味のある方、一回、ぜひね、やってみてください。NFT でも自分で作れるなんてすごいですよね。はい。本当にね、ありがたいなと思います。はい。では値段に戻りまして、186.93 ですね。14,012.9×186.23 で元本が10万円ですので、計算しますと、25,096,232円のプラスということで、2509.6% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。